バッツ軍はアメリカ合衆国ジョージア州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は23,655人であり、2000年の19,522人から21.2%増加した。軍庁所在地はジャクソン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ジョージア州の人口重心が軍北東部にある。バッツ群は アトランタ大都市圏に属している。バッツ軍は1825年12月24日にヘンリー軍とモンロー軍の一部を合わせ、ジョージア州64番目の軍として設立された。軍名はジョージア州議会により、1814年のクリーク戦争で戦死した士官サミュエル・バッツにちなんで名付けられた。1年後の1826年、軍発の都市としてジャクソンが設立され、 軍庁所在地になった。それに続いた町としては、インディアンスプリングス、フロビラ、ジェンキンスバーグ、ペッパートンがあった。インディアンスプリングスは、後に非法人化され、ペッパートンは1966年にジャクソンと合併したので、軍内の法人化自治体は3都市である。インディアンスプリングスは、多くの歴史史跡店舗、飲食店があり、 インディアンスプリングスホテルを中心とする観光地になっている。南北戦争の時、バッツ軍とその都市の多くは、北軍ウィリアム・シャーマン将軍の有名な海への進軍により破壊された。その後の数十年間、バッツ軍は再度経済を安定させるために戦い続けた。百八十二年五月五日に、最初の鉄道が開通し、その後の不要と成長が始まった。 1898年、ジョージア州の軍の大半を掴んでいた、レコンストラクション後の活況に追いつき、新しい繁栄の印として、記念になる軍庁舎を建設した。この建物は、現在も軍庁舎として使われている。1910年に、ロイド・ショールズダムが建設されて、ジャクソン湖ができ、軍内の主要なレクリエーション地域となった。 1884年には最初の電話が開通し、1905年には最初の水道ができ、1907年2月19日に最初の電灯が灯り、1926年には最初の交通信号ができた。2007年、バッツ軍はフロビラ市と共にジョージア州コミュニティ事情省から記念碑的コミュニティに指定された。この年、この権威ある認定は、 州内12のコミュニティに与えられた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は190.01平方マイルであり、このうち陸地186.61平方マイル、水域は3.40平方マイルで、水域率は1.79%である。週間高速道路アメリカ国道ジョージア州道、バッツ軍は5つの選挙区から選出される、各1人。 合計5人の委員で構成される、軍政委員会が統治している。委員の任期は4年間であり、2年ごとに半数が改選される。委員会の議長は、毎年委員の5選で選出され、会合を主催する。委員会は、軍管理官、副管理官、軍事務官と軍の日々の管理を行う9部門の長を雇用する。憲法に定める四人の役人と選挙で選ばれる三人の、 役人がおり、すべて軍全体を選挙区に選出される。憲法に定める4人の役人とは、保安官、税務委員、兼任判事、上級裁判所事務官である。選挙で選ばれる3人の役人とは、治安判事、検視官、軍測量官である。その他のサービスは、軍政委員会の指名する長が統括する部門が行う。2008年、 軍政委員会を主催する議長を軍全体から選出する制度を起こそうという運動が始まった。この運動は2009年に勢いをなくし復活されていない。ジョージア診断分類収立刑務所ジョージア州強制省のジョージア診断分類収立刑務所は軍内未編入領域にある最高度警備刑務所である男性死刑囚を収容し処刑室もある。 この刑務所には最高警備を必要とする一般囚人も収容している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。軍内には FM ラジオ局が一つある。地元の新聞はジャクソンプログレスアーギューズである。ありがとうございます。